僕自身は92年でしたかね、はい、そのぐらいに、はい、ってことはだから僕がデビューしてまだ5年も経たない頃ですかね、はあはあ、その頃に初めて共演して、ああそうですか、で団員さんたちが年の近い人たちも多くて、僕もだからまだ30なったばっかりみたいな感じですよね、はい、そうですか、はい、で、あんまりこう団員さんたちとこう飲食を共にしたりってことないんですけども、なんだかこう馬があって一緒にご飯食べたりとか、はいはい、こういう付き合いがあったりして、はい、でまあつかず離れずで、はいはい、別にポジションはなかったんですけども、ずっと今まで来て、で今回こういうお話が来て、正直僕は驚いてるんですけれども、まあ、ただこのオーケストラずっと見てましてね、はい、確かにまあバンさんがお作りになって、はい、で、山岡先生がそれを継いで、でその後しばらく指揮者がいなかったですよね、はいはい、でこれ指揮者がいないっていうのはやっぱり先導がいないのと一緒で、そうですね、で、まあ、僕のまあ前任者である大井さんが、はいはいはい、久しぶりのその常任指揮者っていうことで、はい、で、まあ、彼のこう人柄とかこうそういうこともあってですね、はい、非常に緻密な音楽作りを、はい、なさって、でオーケストラもここでこう先導を得てね、はい、方向性がこうできたっていう感じが、まあ、僕も1年に1回2回は客演してましたんで、はい、あこれはなんかすごくオーケストラ良くなってるなっていう印象は抱いてました、で僕これ就任にあたってですね、はい、まあ、音楽監督という、まあ、晩餐以来のね、はいはい、こうポジションをいただいて、はい、何かってもちろん音楽もそうなんですけれども、はい、それも当然のことですよね、はい、指揮者ですから、はい、だけどこうニューフィル千葉が今こういただいてる評価ってありますよね、はいはい、これがねちょっとね時代がずれてるんじゃないかと思ってるんですよ、ちょっともう、指揮者がいなくて船頭がいなくて迷走してた頃の評価が、例えば千葉県民の方とか、あとはこの音楽業界の方にもね、こうそのままになっているんじゃないかなと、はいはい、でこれ逆だったらえらいことですけども、下手なものをうまいっていうのはちょっとこれはそれこそなんとか詐称ですけども、そうですね、でもこうやって上がってきてる姿をね皆さんに聞いていただいて、それで、まあ、その、まあ、正当にってあれですけども、ちゃんと今の姿を見ていただきたいっていう気持ちがすごくありますね、いやぜひ新しいそのニューフィルを作り直していただきたいですね、まあ、作り直すというとちょっとね、はい、なんていうか僕一人ができることではありませんけれども、はい、で今僕就任の演奏会は5月の22日なんですけれども、はい、その前にですね、まあ、いろんな方々にこうご挨拶方々、はい、こう、まあ、マスコミの方もそうですし、はいはい、県の方もそうだし、はい、もういろんなとこぐるぐる回ってるんですね、はい、でそうやっていろんな方とお話ししてると、はい、皆さん結構例えばただおめでとうございますだけじゃなくて、はい、いろんなことをおっしゃってくださるんですよ、はい、で僕も知らなかったようなこととかもいろいろあって、あるでしょう、そうですよね、これはやっぱり皆さんにね、はい、応援していただく、でお知恵をこう拝借しながらね、いけるんじゃないかなっていう、はい、ちょっとした手応えもね、す、は、で、い、に感じ始めてるんですよ。感じられましたですか、それはいいですよね、やっぱりこんだけ長くやってらっしゃったわけですからね。そうですね、あそうですか、でやっぱり例えばごめんなさい、東京のオーケストラっていうと10いくつあるわけで、はい、でもちろんそれなりに応援をするとかありますよね、はい、だけど地方のオーケストラってこれ野球のチームと同じで、はい、そこの街に一つじゃないですか。そうすると例えば僕なんか広島出身なんですけども、はい、広島カープってありますよね、はい、あれは僕が子どもの頃は非常に弱いチームだったんですよ。だけど広島県人はカープファンにあらずんば人にあらずみたいなね、そうですよね、そのぐらいのファンっていうのは、そうですね、いたし、うちの親父なんかそうだった。東京でもすごいじゃないですか。そうなんですよ、もう、まあ、真っ赤になってね、でそのようなね、確かに例えばじゃあベルリンフィルとかへとかニューフィル千葉を比べて、またはその東京にある素晴らしいオーケストラと比べてね、そこでこう競争していくっていうことももちろんですけども、はい、でもやっぱり愛していただきたい、オラガ町のオーケストラとしてね、はい、こう感じていただきたい、じゃあそのためにじゃあ僕たちは何をしたらいいんだろう
もちろん指揮者の僕だけじゃなくて、はい、あの団員たちがじゃあどういう風な姿勢でね音楽会に臨む、音楽会だけじゃない、例えば普段どっかに教えに行くとか、はい、そういうことをしながらそのあの千葉県民の方々にねあのよりこう近しい存在として認識していただくとか、そういうこともねうんとやっていきたいと思って。ああそうですか。第1回の就任のコンサートが津田沼なんですよ。そうです、津田沼のもう JR 津田沼文化ホール、ね、駅前のですね、はい、習志野文化ホールです、はい、5月の22日、はい、これもぜひねあのたくさんの方にね、ご来場いただきたいと思って。そうですね。でプログラムもねあのいろんなこと考えて決めました。あの、実はそのうちのオーケストラには素晴らしいホルンがいる、大森って言うんですけどね、はいはい、で僕はこれもう若い頃から、ね、ずっと思ってたんですよ。大森くん素晴らしいな、はい、でもちろん彼のためだけにやるわけじゃないですけど、はい、チャイコフスキーの5番のシンフォニーの、はいはい、2楽章にはホルンの素晴らしいソロが、はい、でそれが絶対僕の頭の中にはあったわけですよね、はい、もちろん僕チャイコの5番すごく僕がデビューした曲ですから、はい、大事なプログあのレパートリーではあるんですけど、はい、そして弦楽器、僕弦楽器出身なんですけどチェロに行ったんですよ、で、まあ、そういうわけじゃないんですけれども弦楽器に愛着がありましてね、はい、でニューフィル千葉のあの弦楽セクションっていうのは確かに、はい、あの虎の人たちもたくさん入ってるけど何度こう振ってもね結構いいんですよ、みんな一生懸命弾いてるところがね、はいはい、で、チャイコフスキーの弦楽セレナーデを、そして、まあ、幕開きにはまあ、ちょっと華やかにってことで、はい、エウゲニオ・オネーギンのポロネーズをっていうことで、まあ、オールチャイコフスキーのプログラムを組みました、はい、ああそうですか。じゃああの津田沼の習志野文化ホールですから、はい、大勢来ていただきたいですね。そうですね。だから定期は習志野文化ホールとあの県の文化県の県民、県民文化会館、文化会館の、はい、この2カ所で交互にやってらっしゃるんですね。そうです、はい、ぜひあの楽しみにしておりますから。で、あの今回が実はね99回定期なんです。第99回。あ、そうですか。すごいですね。そして、次の回、はい、10月にあの県の文化会館で、はい、第100回定期っていうのをやります。そうですか。そうですか。これちなみにメインはストラヴィンスキーのあの火の鳥の組曲です。はい。あのこれからのことでちょっとなんかお話しなさる、はい、オペラの話がありますね。これやっぱりあの僕個人的にこう指揮者としてですね、はい、とってもそのオペラを、まあ、僕はオペラ振り始めたらとっても遅いんですけども、はい、40過ぎてからなんですけども、はい、すごくオペラを振るっていうことが、はい、大事だなっていうふうに思ってまして、で今度はあの9月にですね、はい、藤原歌劇団の、本公演でイカプレティ・ボモンテキってベリリのオペラですけども、はいはい、それを振ることになりました。あ、そうです、はい、でこれご縁いただいたのはですね、2012年だったかな、はい、その藤原歌劇団と姉妹団体である、日本のものばっかりやってる、はいはい、日本オペラ振興会っていうのがございまして、そこでですね、水野修子さんの天守物語をやって、あ、そうですか。で今回、はい、もう今年もごめんなさい、今年も東京で再演いたしました。あ、そうです、はい、で、まあ、そのご縁で、まあ、今度藤原の本家が決まったんですけれども、ぜひね、これ 僕のちょっとしたたかな野望なんですけども、ニューフィル千葉をね、いつか使っていただけないかなと。今後ですね、今後ぜひそれでいい関係作っていただきたいですね。それでもうぜひニューフィル千葉を深刻にデビューさせたいと、まあ、大きな野望を持っておりますが、あ、そうですか。実現しますことやら、まず僕がうまくオペラを成功させることでそういう道が開けるのかなということも感じてます、はいはい。